こんにちは。ここは京都府京都市の四条高倉のバス停です。この後僕はですね、琵琶湖方面へと向かうんですけれども、今回はですね、通常特急サンダーバードに代表されるような、湖西線ルートではなく、あえてですね、比叡山を通って琵琶湖方面へと向かおうかなと思います。琵琶湖までの一番ハードなアクセスがこれなんじゃないかなと思いますね。今回の旅はある種旅のハードさっていうのを体感できるような、あくまでも本当にイージーバージョンではあるんですけれども、そういうルートをですね、歩む旅になりそうです。こちらのですね、大原行きのバスに乗りまして、まずはですね、八瀬駅のですね、バス停まで向かいます。この八瀬駅からですね、ケーブルカーに乗りまして、そしてですね、途中乗り換えてロープウェイに乗り換えるんですね。そして比叡山の山の上の方へと向かっていくというわけです。まずはこのケーブル八瀬駅から、こちらがですね、ケーブルカーとロープウェイの片道の乗車券、大人900円です。行列に並んでいる間はこちらのですね、綺麗な紅葉を眺めています。そしてですね、なんとか乗れそう。こちらがですね、この後乗車します叡山ケーブルカーです。とてもですね、綺麗な紅葉をですね、眺めることができそうです。やっぱりですね、この比叡山、多くの観光客がいらっしゃったなという印象ですね。さて、こちらのですね、叡山ケーブルカー、結構ですね、乗車時間は長め、なのでですね、この綺麗な紅葉をですね、じっくりと眺めることができそうです。実際ですね、今車内のですね、アナウンスがありましたように、こちらのですね、叡山ケーブルは標高差561メートルありまして、こちらはですね、日本一のものだそうです。ちなみにですね、全長は約 1.3 キロメートルほどだそうでして、所要時間は9分間ですね、この綺麗な紅葉をですね、たっぷりと眺めることができます。乗りごたえのあるケーブルカーですね。どんどん登っているわけですけれども、なんか登っていけば行くほど紅葉のですね、色づきが鮮やかになり、そしてですね、ある程度登りがですね、進んでいくと、今度はですね、ちょっとずつ冬の様相も見えてくるようになるという、たった9分間でこういうですね、四季の変化をですね、味わうことができると、これは面白いですよね。いやー、とてもいい景色ですね。今年の秋は一体いつ頃になったら各地で紅葉が見られるようになるのだか、まだまだは僕自身半袖で生活していますけれども、半袖で生活しているうちはやはりですね、紅葉はまだまだかかるよということでしょうかね。ただ実はですね、日本一早い紅葉スポット、こちらではですね、もうすでに紅葉はですね、スタートしているようですね。さて、このですね、丈夫なケーブルカーはですね、どんどんと登っていきまして、なんか本当にですね、スタート地点から全然ですね、様相も異なっていて、なかなかですね、この移り変わりのある景色が面白いものです。ケーブルカー所要時間9分っていうのは長い方ですよね。なのでやっぱりですね、楽しいですよね。一応この車内でも結構丁寧にアナウンスをしてくれています。いや、こういうですね、アナウンスをしてくれた方がやっぱりですね、こういう、こういう沿線のですね、知識もたくさんですね、得ることができまして、やっぱりですね、こういう知識が広がることによって、なんかよりですね、楽しめるような、そんな感じがします。向こう側から来ましたケーブルカーから、こうやってすれ違いも行いまして、そしてですね、割ともう間もなくこのケーブルカーのですね、終着地点となります。いや、なんか結構登ってきましたね。標高差がですね、日本一あるケーブルカーですから、登り終えた頃にはスタート地点からもう561メートル登っていると
いやびっくりですよね。561ですから。いやー当然ですね、東京タワーとかよりも上ですし、まあ、スカイツリーほどではないものの、ただなかなか561って高いですからね。まあ当然ですけれども、それだけですね、このスピーディーに登ってくれたというわけです。さてこちらでですね、叡山ロープウェイに乗り換えます。この乗り換えの途中の景色もいいですよね。こちらがですね、叡山ロープウェイ、無事にですね乗り換えの1本目のロープウェイに乗ることができました。ちなみにですね、これ1機だけでは乗り切ることができなかったんですよね。まあ、なので残念ながらですね、こうやって乗り切らなかった方々の行列もできていましたが、一応ですね僕は無事に乗り切ることができました。さて出発です。いやこの迫力ある景色をですね、すごい独り占めではないんですけれども、こうやって楽しむことができます。まあ、先ほどのケーブルカーほどはこのロープウェイはですね、所要時間は長くはないんですけれども、ただですねこの比叡山のですね山頂付近のもうちょっと冬になりつつあるこういうですね景色を楽しむことができるというわけですね。まあ、なんかこういう景色、まあ、冬のですねちょっと寂れた雰囲気があるような、まあ、そういう雰囲気の方がこれから先、まあ、ちょっと長い歩きになりますので、ちょっと過酷さが増していいんじゃないかなと思ったわけですね。まあ、比叡山はですね、まあ、千日開放行で有名な山ですから、まあ、とにかく歩きをですねやっぱりしたいなと思ったわけです。なんか比叡山らしさっていうのはやっぱりこういう時期の方があったりしましたよね。向こう側もロープウェイがやってきました。この皆さんはもう比叡山の方はもう参拝とかされたのかな。さて間もなく到着ですね。いやこの上の方も枯れ木もありつつ、そして紅葉もありつつというですね絶妙な景色のバランス。いやとてもですね迫力ある景色をですね眺めながらの移動となりました。というわけで比叡山の山頂に到着。標高は840m だそうです。さてここからはですね、多くの方はシャトルバスを使って延暦寺の方へと向かっている様子でした。ちなみにですね、この比叡山の延暦寺には3つのエリアがありまして、東道、西道、余川というですね3つのエリアなんですけれども、そちらへはシャトルバスを用いて、まあ、簡単に移動することが可能です。あ、ガーデンミュージアムなんかあるんですね、ここに。これはなかなか意外。向こうに行くとバス乗り場があるそうです。まあ、ただ今回は僕はですね、先ほどもお伝えしましたように、やっぱりですね比叡山に来たからには歩きのパートが欲しいなと思いましたので、ここからはですね結構離れてはいるんですけれども、延暦寺の、まあ、東道か西道か、まあこの後行った先で決めるんですけれども、そこまではですね2キロぐらい山道があるんですけれども、歩こうかなと思います。まあ、結構長い山道ですけれども、まあそのくらい千日開放行とか、てか何ならあの東海オンエアの芝虫コンビですねがやりました一日開放行ですね、こちらに比べればはるかにマシなですねアクティビティじゃないかなと思います。まあ上の方をですねまっすぐ進むとバス乗り場があるそうなんですけれども、僕はですねこの後山道を歩きますので、こちらへちょっとこっちの方へ進む人が僕の周辺に誰もいなかったんで、今ちょっと心細くなっちゃったんですけれども、まあ歩くと決めたからには歩こうかなと思います。ちなみに先にお伝えしておくと、今回はですね余川には行きません。余川はちょっと遠いんですよね。
与川は行かない代わりに東堂と斎藤、まあ、この2つはですね比較的行きやすい距離感にありますので、この2つはですね確実に寄ろうかなと思います。まあ、与川は与川でですねちょっと穴場感があって、穴場感ならではの静けさっていうのがあって、やっぱりですねすごいいいところだそうですよ。向こうの方に行けばどうやら東堂と斎藤のエリアがあるそう。ちょっとこの辺りもうなんか道という道、こっちに行けば間違いなく行けるよっていう間違いのない道がちょっとあんまりわからないので、こういうですね看板があるとありがたい。そしてこちらはですね京都一周トレイルの道中、こちらにありますこの展望スポット、これはですねこの辺りを歩いた人にしか見ることができないご褒美絶景と言えるものです。これはとても開放感があって良かったですね。しばしここで休憩を挟みます。まあ、ちょっと疲れました。休憩をした後歩き再開です。相変わらず一人、このですねこの落ち葉枯葉をですね踏みしめる音だけが響きます。もうこの辺りはもう完全に冬のですね木々の様子ですよね。まあ紅葉、まあ結構色づいている木もあれば、まあ、緑の青々としたですね木々もあるんですけれども、やっぱりですね冬の様相がすごい感じられますよね。一応道も合ってるみたい、よかった。いや本当に誰もいないんで不安にはなりますけれども、よかった合ってるようですね。さてどうやらですねしれっと京都から滋賀県に入ったようですね。でこの看板にもありますように延暦寺の境内は拝観料が必要となります。大人1000円です。拝観をする人もしない人もこの辺りを通る場合は確実に1000円を払うようにしましょう。まあ払えるところがあったら払うということでいいですかね。さてこの先まっすぐ行くと東堂、左に行くと斎藤、まあ、ここでですね分かれ目を迎えます。さて僕はですね一旦、まあ、なんか斎藤の方が、まあ、というのもですね東堂の方がこの延暦寺の中では栄えていて、かつケーブルカー、まあ、帰りはですね坂本ケーブルを使うんですけれども、坂本ケーブルはですねこの東堂の方向にありますので、まあ、なので今回はですね先にちょっと遠い斎藤の方を向かおうかなと思ったわけです。まあ、斎藤の方が比較的静かな雰囲気で厳かなですね雰囲気を楽しむことができるそうなんで、これはとても楽しみです。さて曲がってすぐのところにありましたのがこちらのですね山王院堂というところ、とてもですね歴史上極めて重要なお堂だそうです。本当にですね人気のない中をここからですね歩いていきます。この比叡山延暦寺は世界平和ですとか、あとはですね平安を祈る寺院とされていまして、またですね、まあ、国宝的な人材の育成、そういったですね学問を行ったり、あとはですね、まあ、何回かこの動画で紹介しました、まあ、修行道場として知られています。日本仏教の母なる山、それがですねこの比叡山だそうです。またですね東の方には綺麗な琵琶湖なんかもありまして、まあ、自然も非常にですね素晴らしいところです。まあ、実際この野鳥なんかもたくさん見られるそうですよ。まあ、この時はちょっと、まあ、シーズンの兼ね合いで見ることができなかったんですけれども、やはりこの自然環境と文化、この素晴らしさからユネスコの世界文化遺産にも1994年に指定されました。さてこちらはですね浄土院、こちらはですね比叡山の開祖であります伝教大使の最澄のですね、廟所となっているところだそうです。とてもですね清浄な空間がですねずっとこのように存在しているというわけです。とても静かな空間でしたね。そしてこの先
今度ですね、道をぐねぐねと進んでいくと、これ釈迦堂ですとか、そういったところに至るというわけです。この先に拝観入り口がありそう。ここで1000円を払いますかね。覗くだけ覗いて。こちらはですね、先ほど紹介しました浄土院の別のですね、扉のところから、別アングルですね。やはり静かな空間が広がっています。この辺りから他の観光客の方も見られるようになりましたね。ちょっと安心。ただやはりですね、この静かな空間の厳かさというのはですね、相変わらず感じることができます。じゃあ TOTO で買おうか。じゃあ仕方ない、仕方ない。そしてこの先、斎藤エリアの中でも特にですね、さまざまなお堂がですね、密集しているエリアに入っていきます。この法華堂とかがある、そういうところですね。重要文化財に指定されているようですね。実際この建物、とても立派な見た目をしていますよね。こちらですね、弁慶の二内堂というところだそうですね。ちなみにこの弁慶の二内堂という名前はですね、どうやら今から僕がですね、くぐりますこの渡り廊下、こちらをですね、天秤棒にして、昔弁慶がですね、この2つのお堂をですね、担いだという、そういうですね、伝説が残っているから、そこからですね、名付けられたそうです。すごい怪力です。そしてですね、その先、釈迦堂があります。いや、この静かな雰囲気の中に突然現れるこの大きな建物、迫力を感じます。この頂座どうやら飲めるようですね。お水は飲めるようです。びっくり。飲まなかったですけれども。こちらが釈迦堂。ちなみにですね、こちらはご本尊に釈迦如来を祀るところから呼ばれているそうですね。1595年に御成寺弥勒堂が移築されたものでして、延暦寺の中では最も古い建物だそうです。こちらはですね、建物自体は解体修理がなされた後なんですけれども、やはりですね、歴史的にとても重要な建物であることは間違いないです。ただ残念ながら、当然っちゃ当然ですけれども、中は撮影できなかったので、今回はですね、この程度に、中はですね、ぜひ現地に行ってその目で確かめてみてください。さて、東堂と斎藤の分岐点に戻ってきました。この後はですね、東堂に向かいます。なのでこの道をですね、今度はまっすぐの方へと向かいますね。ここでようやくこちらのですね、1000円をこのですね、書道の巡拝券ですかね、を購入しまして、ようやくですね、ちゃんとこれで心置きなく回ることができるなと安心した気持ちを持って東堂エリアに到着。こちらの方がやはり人は多かったですね。やはりこの建物、とてもですね、立派な姿をしています。ここからですね、琵琶湖もちょっとですけれども眺めることができましたね。ちなみにこの辺りの東堂はですね、延暦寺発祥の地とされています。最澄がですね、この延暦寺を開いた場所がこの辺りでありまして、実際ですね、やはりとてもですね、重要なお堂がですね、たくさんこの辺りには密集しています。実際観光客もですね、この辺りの方がさっきの斎藤よりも多かったなという印象でした。坂本ケーブルの乗り場がこっちの方が明らかに近いので、やっぱりそういった観光客の方々からもやっぱり行きやすさという面では支持されてるんですかね。すごいところ。あとお土産屋さんとかもこっちの方が明らかに多いですし、そうなんじゃないですかね。こういう重要文化財のこういうですね、立派な建物なんかもたくさんこの辺りでは見られます。いや、この朱塗りの立派なですね、この見た目見てるだけでなんかちょっとこうおおと、ちょっと迫力をですね、感じることができますね。おお。
向こうにですね鐘楼がありまして、その鐘楼の鐘は実際に鳴らすことができるみたいなので、後でちょっと鳴らしてみようかなと思います。ちなみにこちらはですね大光堂というところだそうですね。その近くにこの鐘楼があります。まあ鐘鳴らし行列っていうのができていたので、ちょっと並びまして、ちなみに1打50円、まあ、有料なんですけれども、まあ、50円だったらいいでしょう。さてこの先ですね、総本堂であります根本中堂があるんですけれども、まあ、こちらはですね確実に寄りたいんですけれども、まずその前にちょっと休憩を挟もうかなと思います。あそこのお茶屋さんみたいなところで休憩いただいたのは、このあったかいお茶と、そしてですねみたらし団子です。こういうのが一番休まりますよね。さてこちらがですね総本堂の根本中堂です。この時はですね改修工事中だったんですかね、まあ、なのでこういうですね囲いがされていたんですけれども、ただですねこういう時でもちゃんとですねこの建物をですね中で見学することが可能にはなっているようですね。まあ当然中は撮影ができなかったので、まあ、ここまでにしておきますが、まあ中をですね、まあ、実際現地に行って確認していただければと思います。こういうですねまた立派な、一応こちらはですね文殊楼というところですかね、こういったですね立派な建造物もやはり近くにはあると。創立は根本中堂と同じく古いものだそうですね、まあ、こちらもですね再建されたものにはなりますが、延暦寺の観光も一通り終えまして、まあ、湯川は行ってないんですけれども、まあ、東堂と斎藤はまあ、さらーっと回ったので、この後はですね、いよいよ琵琶湖方面まで向かいます。日本一長い坂本ケーブル、こちらを利用するわけです。もうなんか琵琶湖は見えていますね。一応ですね、ここからだいたい徒歩10分弱ぐらいで坂本ケーブルの、まあ、乗り場に到着できそうなので、まあ、歩いていこうかなと思います。こちらがですね、乗り場ですね。結構ノスタルジックな建物。ただですね、まだ、まあ、一応16時半に出発だったかな、ケーブルカーが。まあ、ちょっと時間がありますので、この乗り場近くのこの展望スポットから景色を眺めます。いや、ここの景色はとても開けていていいですね。まもなく夜を迎えます、この滋賀県の琵琶湖のあたり。坂本のあたりといったところでしょうか。景色も素晴らしいです、まあ、単純に延暦寺にさっと、まあ、短い移動時間で向かう場合はこの坂本ルートで向かった方が、まあ、一番楽ちんではありますよね。さて時間が近づいてきましたので、ぼちぼちですね乗車券買いましてケーブルカーに乗ろうかなと思います。このちょっと重厚感のある扉を開きまして、こちらを購入。普通乗車券は大人870円です。こちらの坂本ケーブルはケーブルカーとして日本一長いものになっています。結構乗り応えがありますね。その間ですね、とても綺麗な景色も眺めることができますので、まあ、今回はですね、まあ、ナレーションのコメントとかなしで単純にですねこの景色だけ楽しんでいただきたいなと思います。ございます。まもなく、本立山駅を通過いたします。
ください。本日のご乗車ありがとうございました。またのご乗車お待ちいたしております。この先お気をつけてお帰りください。というわけでケーブル坂本に到着です。まあ、標高が高くないところに久しぶりに戻ってきたなという感じですね。こちらがですね、坂本駅の建物、登録有形文化財に指定されているようです。まあ、確かにとてもなんか歴史を感じる建物ですよね。一応この坂本もこの比叡山のこの麓に位置している結構ですね、景観も素晴らしい街になっています。降りてちょっと歩いたところにこちらのですね、結構立派な日吉神社というところですかね、こちらもあります。中に入ってライトアップされた紅葉も見ようかなとは思ったんですけれども、なんか有料みたいなのでやめることにしました。なんかスタスタ入ってる方も多くいらっしゃったんですけれども、まあ結構中も広いのようなので、まあ、疲れてるしいいやって思ったわけですね。この辺りはですね、こういう石垣がずっと連なった道がですね続いています。文化財に指定されているようですね。一応この辺りは大津市坂本伝統的建造物群保存地区です。比叡山延暦寺や先ほど紹介しました日吉大社の門前町としてこの辺りは発展してきました。確かにですね、この辺りのこの特にですね、やはりこの紅葉の木々のですね綺麗さといい、とてもですね良い景観の街だなと思いますね。歩いているだけで楽しい気分になります。またちょっとこう日が落ちて間もなくですね夜になっていくようなこの時間のちょっとですね明かりに照らされた感じもまたいいですよね。日本らしさがあっていいですよね。いや、こういうなんか武家屋敷群みたいなそういう道もあったりするというわけです。いや、なかなか比叡山から降りてまだこんな見どころがあったとは。向こうの鳥居を通りますといよいよですねこの門前町のですねこういったエリアからはお別れということになります。ライトアップされた紅葉をですねしっかりと見納めまして、まあ、ぼちぼちこの比叡山エリアを出ようかなと思いました。ちなみにこの辺りの最寄り駅は京阪のこの坂本比叡山口駅、坂本ルートで比叡山延暦寺に行く場合は多くの方はこちらの京阪電車を利用されるようですね。まあ、僕はですねこの後北陸方面に向かうので JR を使います。JR までの道中ですね、セブンイレブンを発見。お腹が空いてしまったので春雨スープ、この担々味のやつを購入。ちょっとですね体が冷えてきた頃だったのでこちらでですね体を温めまして JR の比叡山坂本駅、これ湖西線ですねに到着です。というわけでこの後は翌朝特急ダイナスター号に乗るべく福井県方面へと向かいました。ダイナスターの動画はもうすでに上がってますのでそちらをご覧ください。